地元の古いガンダムガシャポン3本勝負イエーイ。データ系がドゥワーってきてさ、メタスと百式最後 MSV でザクキャンっていう。当時いくらだったんだ、500円してたんだ当時で。金、ね、これこの時で300円だもんね。え、でもさ、ここ直したんだよ。あ、もう希少だからっつって値段上げた。まあ、可能性はある。ああいうザビ店長やりそうだね、うん、勝手にザビ店長の株下げてるけどさ、うん、モンハンのサードなんか7000円ぐらいで売ってた時あったからじゃあ1本目いってやる。はい、どうぞ。ぶっちゃけるとブリッツのミラージュコロイドかフリーダムジャスティスぐらいが欲しいですね。え、ちょっと待って、あのね、100円玉が入っていく。え、嘘。ちょっと待って、待って、一回引いてて。マジ、そこに詰まってるの見えるんだけど初回からトラブル発生してるって。詰まっ、詰まりましたダメですね、詰まった本当にダメよ。ミラージュコイドもらっとけばあとはいいんじゃないの。バスターだ、ほら、あった、ミラコロですか。はい、もうミラコロもらっとけばいいじゃん。いやー、これやろ。はい、了解。もう撮ってんの。撮ってる、撮ってる。あ、撮ってんの。撮ってる。狙いとしてはやっぱりこのゼータマーク2100式だから欲しいっすね。メタスとかでもいいんじゃない。まあね、 DJ 欲しいっす。いい、全部いいんだけどね、うん、ちょっと金の入り方がちょっと怪しい、はい、あれじゃん、もうガチャガチャ壊す天才じゃん。中身みんなで一気に開けるってのは。あ、それ3回やるの、これをね、うんうん、カプセルの入れ違うからダブってはない。おいおい3本勝負の結果がこちらです。あ、ちょっと引っかかってるし、いやー、1個目いきます。お、これゼータガンダム的な、はい、1個目がこちら、ゼータガンダムですね。2個目ドン。あ、お、百式ですね。色渋くね、渋ち、あ、でもいいじゃん、めっちゃいい色。あ、なんかピカピカせすぎず。3個目ドン。あれ、いる？そんな、素直に、なんか、手持ちの荷物減らそうとしてるから。濡れよ。え？絶対ガンダム濡ればいいじゃん。3号機にするか。組み立てまーす。会社の人、3号機知らないから、フリーザ見てって言ってた。え？なんかさ、ポージングおかしくてそんなにできる。こんなさ、次元大好きみたいなポジションあれが説明書とか LINE のことですね。エマさんのマーク2、カミーユのゼータ、クワトロバジーナの百式、レコ先生なんですかね、これ。ファーのメタスに、アムロの DJ に、あの、MSV からザクキャノンって。最後の最後でめちゃんこしぶちいセレクション。ちゃんとパイロットのさ、アニメが入ってる。なんかさ、ゲームチックなってる。そう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 。なん、
なんでさ、あのさ、マジザクキャノンだけラインナップ謎すぎるよ。はい、まずゼータガンダム。結構いいっすね、ポージング抜きとして。色合いもね、結構いい感じっすね。これね、ジダン書いてあるんですけど。うん。ジダンね、スーパーガンダム出撃って書いてあります。うわー、次の段やりてー。一応もうね、書いてあるんですけど、ラインナップが。うん。G アーマーと、デンドロビームと、ノイエジールと、バルバラと、G ディフェンサーです。デンドロマジか。はい、百式。色合いとかすげー造形いいんですけど、ポージング何っていう。そんなポージングなのこれ。ちょっと、お前そのさ、行こうよって。え？行こうよ、ちょっと、これ見てみろよ。全然違うじゃん。あ、こう。ちょっとみんなもほら、こうやってステイステイってやってください。ああ、はいはい。あ、こうね。うん。あ、めっちゃいいやん。いや、それじゃなんかさ、寿司三昧してるみたいな、ちょっと。こうの方がよかった。あ、いいですね。あ、いいですね。あ、いいじゃん。この旧型のねガシャポンマシンがねなかなかにね。俺ら機械破壊してる人みたいになっちゃうから。やばい。何か。思い出のアビス。アビス。こいつか。もう背中で分かったわ。